こんにちは、チョメです。今日はこのチェンパウっていうゲームをやっていきます。で、このゲームを始めようと思ったきっかけは、フリームさんってね、なんかいいゲームないかなって見てて、実況できるもんならどうぞって書いてあったんだよね。できるもんならとかさ、書いてあったらさ、したくなるよね。要するにいいよっていうことだからちょっとやってみようかなって。で、できるもんならっていうから結構難しいのかなと思ってね、ちょっとね、やってみよう。チェンボ大丈夫だこれ大丈夫だよねこのゲーム見た目大丈夫だよね。変な要素入ってないよね。これどうやってやんだ。あ、マウスは関係ないか。じゃ始める。お、いいねこの文字。大丈夫だ、問題ない、来るぞ。おうおうおお、コメントが流れてる。ある日ぬるめぬめした手紙は言いました。お兄様会いたい面白いコメントが完全に第1話、チェンパウ兄弟、見られ。これさ、続くん、アップデート、もしこの実況っていうか、このゲーム人気になったら続くんじゃないシリーズ。みんな応援しようよ、やって。チェン、はあはあ、針の山、毒の沼、行家の道を抜けて、ようやくここまでたどり着いた。あ、動く。動くごとに音楽が流れる。セーブは？あ、セーブできる。面白いな、このゲーム。効果音がシュールだね。もうちょっとコメントが流れてくるから面白いぞ。なんか私めっちゃこんなにコメントが流れるってさ、私有名実況者になったみたいだわ。いつもぼっちでさ、多分私がさ生放送やってもさコメント一つ流れないと思うんだよね。でもこれね、なんかね、私有名になった気分だわ。どこにいるんだ僕の弟。なんで毒キノコ先っちょだけばかりが生える、この悪魔の森のどこかに弟がいるはずなんだ。なるほどね。小さい頃、僕たちの両親は離婚し、僕は母さんと、弟は父さんと暮らすことになった。あれから30年の時が過ぎた頃、僕の元へ届いた、胞子まみれの手紙。まあ、キノコだからね。そんで手紙には、お兄様、会いたいと、ただそれだけ。でもこの手紙の文字は明らかに弟の筆跡。そして手紙に付着したぬるめぬめした胞子は、この悪魔の森にだけ生える先っちょだけの胞子だ。この森のどこに絶対いるはずだよ。これゲームしながらさ、これゲームのコメントをやりながらこのコメントって読めないね。難しいね。出た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 ちょくちょく小ネタ挟む。面白いなこのゲーム。ドクンドクン、はは、全身の血管が脈張ってる。あ、脈とかあるんだねキノコにも。初めて知ったこれ後ろは何なんだろう。歴代のキノコ様かな。何これ、矢印。よいしょ。これ全年齢なのに、どういうこと。なんか悪い、何、下ネタとか挟んでるの。私全然わかんないんだけど。ウィス左曲がり先輩。あ、そっか、左曲がり先輩。私も左曲がり先輩かもしれない。わかんない人はスルーして。チース。あるよね。あ、面白いな。大丈夫かな。そういう意味で実況できるもんならどうぞって、そういう意味か。でも、普通のゲームだからいいよね。普通のゲーム、普通のゲーム。ん？なんだ、現れた。次は。かぶり物先輩。あー、なるほどね。あえて何も言わないからね。声好き、声好き。毎日見てます。ありがとう。コメントで毎日見てますって言われたわ。面白いね。この人トイレとかどうしてるんだろう。おうおうおう。お、誰か来た。ウィース、チース。なになにこれ。なんだろう。わかんないわ。第2話、はよ。あ、これさ、歩いてる時にさ、上からなんか白い湯気が出てるよね。まあ、湯気じゃないんだけど、何も言わないよ、私。あ、なんか色が違う。は、なんで頭から白いやつ。いや、突っ込まないな、ここは。きっちりセンター分け。そして、この、桃色ボディは、もしや、チェン、お兄様、会いたかった。僕の弟なのか、こんなに立派になって、元気だったかい。はい、おかげさまで。こうして、チェンポウ兄弟は30年ぶりに再会した。よかったね。めでたし、めでたし。終わりかーい終わった。でもさ、短いけどさ、面白いね、このゲーム。やべえ。
確かにな。そういう、まあ分からない人は分からない。で、普通のゲームだったね。普通の、兄弟、弟を探しに行くゲームだったね。普通のゲームだからね、あくまで。はい、実況者はチョメでした。一応実況できるもんな、しろって、できたよ。面白いな、このゲーム。最後までご視聴ありがとうございました。実況者はチョメでした。じゃあね、バイバイ。うん、無事に会えてよかった、ほんと。弟と。じゃあね、バイバイ。ありがとう。